たので自分のことのように嬉しいですと語っていた二頭萌乃、その二頭が同期の内田を破りました。横山と島崎です。峯岸さん、島崎が何か乗ってるように見えますね。いや、パレルは先輩でも物落ちしない性格がきちっと出てると思います。ただ今回同期ですからね。同期なんですよ、ね、そうか、2人仲いいですからね、うん、同期対決。ただ気持ちは横山がパルルがちょっと弱気になってきてね、つぶやいている。頑張れ頑張れ、わ、名勝負名勝負、勝てば決勝です。島崎遥香快進撃止まらず。パルル、いや、これパルルセンターあるかもしれないですよ。島崎遥香決勝に進出です。レナもパルルと仲いいもんね。パルル頑張ってほしいです。いよいよ決勝に残る2人が決まりました。田原総一郎さん、どちらが勝っても初めてのセンターですね。こういうね、初めてのセンターが生まれるってのはじゃんけんじゃなきゃ生まれない。確かに、これでないと。こうしたじゃんけんだからこそ生まれるドラマがあって、それによって時代が変わることがある。はいはいはい、時代の風を波をつかむのは二頭萌乃か島崎遥香か。戦う者として見ている雰囲気で、カメラさん、どちらという予想難しいと思いますが、どうでしょう。いやー、もうこれはもう予想難しいですね。もうあとはもう最後はもう運でしょう、ね、その運を持っているのはゲッターズ飯田さん、どちらですか。いやもうどちらかというと若干島崎な感じがするんですけど、もうどうでしょうね。いや、3回4回と29位31位55位と総選挙で県内には入っているもののセンターには遠い存在でした。一方、次世代のエースと言われてきた島崎遥香が早くも時代をつかむのか。総選挙23位、パルルコールも起きている。2頭が破るか、胸に手を当てている2頭萌乃、どちらが時代をじゃんけんという運で掴むのか。時代をひっくり返すのは二頭萌乃か島崎遥香か。目を閉じた二頭、見据えた島崎。自らの拳で先に時代を取りました。時代を先取り、島崎遥香。29枚目のシングル選抜ジャンケン大会ウィナー第3代のジャンケンクイーンは島崎遥香。田原総一郎さん、歴史が動きました。本人もね、本気にしてない。まだ実感がないような顔してますね。カメラさん、新チャンピオン誕生ということになりました。そうですね、いやーすごいですね、まあ、もう予想できひん戦いですからね。いやー、ほんまに運の持ってる、そのすごい運の持ち主ですね。運が持っているということはまさに勝負に徹したときにそれが大きく左右するわけですよね。そうですね、いやー、ほんまにすごい素晴らしいですね。優勝されました島崎
島田からさんに今のお気持ちとウィナーズインタビューです。センターを務める意気込みをお伺いしたいと思います。はい、皆さん応援ありがとうございます。島崎遥です。まさか勝てるとは思ってなかったんですけれど、今までで一番楽しいじゃんけん勝負でした。ありがとうございました。はい、気持ちはいかがですか。いや、もう頑張るっていう言葉一つだけで本当にありがとうございます。頑張ります。ゲッターズ飯田さん、はい、この運を掴んだものは何だったでしょう。まあ勝負自体がもともとあったと思うんですけども、いや今日の図から見るとやっぱでも負けたくないって気持ちだと思いますね。それでは峰岸さん、もう次世代で期待のメンバーの一人なので、どういう輝きを見せてくれるのかすごく楽しみです。指原さん、はい、やっぱり私パルルと昔からすごく仲良くて、やめようと思っていた時期もあったので、パルルこれからもっと輝いてほしいですね。高橋みなみ総監督が舞台に上がりました。はい、皆さん今回のじゃんけん大会いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。結果は誰にも予想できません。この結果を誰が予想したでしょうか。本当に、衣装がみんな違うってこともあるんだけども、すごい個性豊かなメンバーが揃いました。そして栄えある優勝者はパルルです。パルルはですね、本当に AKB48 の次世代メンバーです。ただ、ポンコツというふうによく言われがちで、なんかこうすごい潜在能力を秘めてるのに、割とこう自分でスイッチを切り替えるのが苦手な子でした。ですがこうして自分でチャンスをつかみに行きました。これからはきっとポンコツなんて言わせないと思います。彼女と共に勝ち残ったメンバーは29枚目のシングルを全力で歌ってほしいなというふうに思います。皆さん今日勝ち残ったメンバーに大きな拍手をお願いします。さあ、ということで皆さん、 AKB48 29枚目のシングルセンターを務めるじゃんけんクイーンはこの方、島崎遥香さんに決定いたしました。